剣道具買うなら武士蔵。お疲れ様でした。はい、お名前、フルネームで教えていただいていいですかね。そのゆうきと申します。はい、そのさんは今おいくつになってますかね。今年38になっています。県警の剣道特例には、はい、役者です。一応キャプテンをやらせていただいています。キャプテンは何年目なんですかね。2年目ですね。2年目ですか。はい、ちょっとコロナでできない企画もあったんですけど。なるほど。はい、一つキャプテンを決めるという、まあ、打診があったかと思うんですけど、はい、その時の気持ちっていうのを教えてもらって。そうですね、やっぱり今までは上の先輩が絶対いたんで、はい、ちょっとこう、おんぶにいたことじゃないですけど、先輩に任せきるという部分もあったんですけど、やっぱこう自分がキャプテンになって、まあ、このチームでこうやっぱ結果残さなきゃいけないんで、まあ、本当もしよしやるぞっていう気持ちになったのが一つと、はい、あとはまあみんないろいろ個性があるので、うん、まあ、それをどうやってもまとめていこうかなというところは多少はありましたね。はい、おっしゃった通り、ちょっとコロナもあって、はい、なかなか活動できない時期が重なったんですね。そうです。ちょうどそうですね。ずっと面つけない時期がありましたね。はい、じゃあもう、やっぱり例年になく大変な時期にキャプテンになったのかなと思って、はい、そうです、はい、不安はありましたか。ありました。もうやっぱり面つけられないのは多分、みんなこの期間面つけられるのは多分初めてだと思うので、まあ、みんな何やろうかなっていう感じで、まあ、でも自分なんかはもう本当に素振りから始まって、まあ、基礎的な体力向上を目指すトレーニングとかやったりして、まあ、それで、まあ、何人かで集まってそういう階段ダッシュをやったりとか、そういうのをこう基本的にもモチベーションにして、まあ、いつか大会が復活した時に、自分のパフォーマンスが発揮できるようにっていう、こうそのモチベーションにこうみんなやってましたね。大会で言えばですね、久しぶりに全国警察大会が開催されて、はい、2部で4位でしたね。 ね、はい、その結果はどうですか。キャプテンとしてはどう思われますか。そうです、今回ちょっとメンバーに入らなかったですよ、はい、うん、まあ、ちょっと年齢的な部分もあるかなと思うんですけど、うん、韓国大会がその前にあって、はい、ちょっと韓国大会があんまりいい成績じゃなくて、うん、はい、まあ、内容的にもちょっと、うん、うんというところがあって、はい、それでちょっと心配はしてたんですけど、やっぱその間の全国大会の前の準備で、まあ、ちょっと韓国の反省を踏まえて、みんな一丸となって練習できて、結果的に4位だったんですけど、内容的にもすごい良かったなというふうには思いましたね。自分の技がしっかり出てましたし、はい、今、キャプテンとして、剣道特訓を見てみてですね、はい、どんなカラー、どんなチームカラーというか、どんな雰囲気でやってるんですか、ね、そうですね。比較的、他の県警より、こう、コミュニケーションを取りやすいのが、こう、茨城のこういい特徴かなとは思います。なんで、こう、今から練習だよっていうような、こう、暗い気持ちで始まるんじゃなくて、どっちかというと、こう、前向きな明るい雰囲気でこう始まるので、やっぱりこう、練習内容も、それに伴って、こう、良くなってくるのかなとは思います。なるほど。そのじゃあ、ご自身のことにも、ついてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、ご出身は茨城なんですね。そうですね。はい、出身高校、大学を教えて。ここは水戸葵陵高校、はい、金城先生にお世話になりまして、はい、大学は茨城大学、つまり先生の辰巳先生にご指導いただきました。はいはい、まあ、子供の頃から、はい、活躍してるなと思います。全然全然。主な実績は高校大学だけが、どういうものがありますか。高校の時は、団体でインターハイ3位と、まあ、個人戦はベスト8とか。はい、大学の時は、個人戦でインカレのベスト8ですかね。はい。はい、素晴らしいです。とんでもないです。全然。で、そこから、はい、茨城県警は、何で進むの。そうですね。当時は、ちょっと教員か警察かでちょっと迷ってて、うん、で、まあ、教員になると、まあ、自分がやるっていうより、こう、やっぱりこう指導にこう動きがいっちゃうんで、まあ、もうちょっと自分の剣道を追い求めてやりたいな、プレイヤーとしてやりたいなっていう思いがあって、あと県警にも企業の先輩とかがいたので、ちょっとお願いして入れていただきました。はい。はい、まあ、高校も大学も、非常にいい環境で多分剣道はされてたかなと思うんですけど、はい、そこから県警というのは、どうですか、入ってみて、やっぱり違う世界だなというふうに。そうですね。やっぱりこう、結果が求められるので、本当にこう、なんか本気度が違うなっていう印象でしたね、うん、一番最初の印象は。目につけたら本当に目の色がなんとかあって、試合も本当に結果を残せて何度なんで、
負けると本当に落ち込むしっていう、そんなこう印象がありましたね、はい、最初は。実際試合も出るんですね、はい、やはり警察の件ではちょっと最高峰レベルが高いかなと思いますから、はい、実際戦ってみるというですね、はい、いや本当にその通りだと思います。なんか今までこう勝てたとか思い通りいってたのがなかなかこうできなくなって、すごい難しいなって最初思いましたね、はい。まあ、そんな中でもあの、社会人になってからですね、はい、実績というところで細松さんどんな感じがありますかね。もう全然大したことないんですけど、ね、選手権とあの国体には出場させていただいて、はい、都道府県で、まあ、2位と3位とベスト8と、また東西対抗の方にも、ね、1回出場させていただきました。はい、はい、どうでしょうかね、まあ、もう長くここで鍛えてきている方かと思うんですけど、はい、やっぱり経験入ってレベルアップできたっていうことはありますか。そうですね、やっぱり、先生と先輩にあのお越しといただいて、おかげさまで大学時代より伸びてるなっていう実感は、はい、あります。はい、まあ、これからの目標、ご自身でもまたチームとですね、はい、目標があればちょっと教えてもらいたいと思います。はい、そうですね、やっぱりあの、まあ、年齢も年齢ですので、なかなか選手権出場とか優勝とかっていうのは難しいかと思うんですけど、やっぱりこれはこれからずっと稽古続けていって、まあ、国体ですとか都道府県はもちろん頑張って出場したいなと思いますし、まあ、ゆくゆくは八段も取得、あとあの今後はあのコロナがもうちょっと復活して、で、まあ、団体戦ではやっぱり一部に返り咲いて、なんとか一部で優勝をできればと思います。はいはい、まあ、最後にですね、就職先ちょっと偵察気になるとかですね、はいはい、そういう若い子たちに向けてですね、はい、茨城県のアピールをちょっとしていただければと思います。難しいですね。本当にあのいいところ、はい、はい、すごくこう魅力のあるやりがいのある仕事だと思います。やっぱり、体力のある人とかはもちろん体力も活かせますし、やりがいも本当にあるなと思ってますので、もしあの迷っている人がいればですね、一回こう見に来ていただくだけでもだいぶ違うかなと思いますので、あの気軽に声をかけていただいて、ちょっと見に来ていただければ、はい、それで肌で感じてもらえれば、魅力が伝わるかなと思いますので、ぜひ茨城県の方に就職してください。よろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、すみません。